シティバンクタワー、花畑銀行大貨とは、香港の香港島北部、中西区の中間地区と、今市地区の中間に位置する超高層ビルである。この超高層ビルは、世界でも屈指の金融街である、中間に位置し、ビル名称の由来でもあるアメリカ合衆国の大手、銀行シティバンクの香港法人本部が、主に入居している。 香港の総合企業である君高集団により1989年に建設が始まり1992年に完成、高さ205.5メートルで地上51階建てである。以前は1万国宝通り銀行大化という名前であったが、シティバンクの香港法人が1万国宝通り銀行から花畑銀行に改名されるにあたり、ビル名称も 花畑銀行退価に解消された。現在では、シティバンクの他に、テナントとして、香港政府の出先機関やイギリスの金融機関、バークレーズ、中華人民共和国の市中銀行である、中国交渉銀行などの企業が入居。また、地下のフードコートには、スターバックスやパシフィックコーヒー、サークル系などの飲食店や、コンビニエンスストアが入居しているか フィットネスクラブやプールなどが完備されている。ありがとうございます。